続きまして、こちら、講談社の昨日何食べたです。こんにちは。サンロードの原園です。本日はイオン西木店内でございます。サンロード春吉店西木店よりお届けいたします。今回はですね、もう私がおすすめする漫画いくつかご紹介していこうと思います。まずはこちら、白戦車の夏目友人帳です。こちらの漫画ご存知の方はですね、結構いらっしゃるかと思います。地元出身のですね、緑川由紀先生のですね、作品なんですけど、こちらの漫画ですね、もうほんと感動いたします。ぜひですね、ご一読いただければと思います。続きまして、こちら、講談社の汗と石鹸です。こちらですね、もうラブコメなんですけれども、ほんとですね、もう読んでてですね、なんかキュンキュンするような感じで、とってもおすすめですよ。こちらもですね、ぜひご一読いただければと思います。続きまして、こちら、講談社のちはやふるです。こちらですね、あの百人一首のカルタをですね、題材とした漫画なんですけれども、こちらもですね、もうほんと感動ばかりいたしますね。こちらもおすすめですよ。続きまして、こちら、白戦車のですね、学園ベビーシッターです。こちらもですね、この子供たちが可愛いんですよね。こちらの漫画もおすすめですよ。続きまして、こちら、講談社の昨日何食べたです。こちらですね、ドラマ化もいたしましたので、ご存知の方いらっしゃるかと思うんですけど、こちらの漫画もですね、おすすめですよ。こちらに出てくる料理をですね、参考にしてたまに作っております。その他にもですね、おすすめの漫画本いろいろとございますので、後々ですね、ご紹介していこうと思います。今回ご紹介した漫画ですね、ほんとおすすめですので、ぜひですね、一度お読みになられてはいかがでしょうか。はい、このチャンネルでは新商品のご案内やですね、また私が気に入りました商品のご案内、またメーカーさんが行われておりますキャンペーンのご案内など配信いたしております。チャンネル登録されてない方はですね、ぜひチャンネル登録お願いいたします。またこの動画の評価もですね、よろしくお願いいたします。ご視聴いただきましてありがとうございました。またです。バイバイ。だんだんだー。